こんにちは、みりんです。今日はモガの村を救えにて撃退の仕様を確認しようという動画です。本来、今日の動画でモガの村を救うつもりはもうとうありませんでした。ですが、様々な理由からこっちのクエストで時間切れまでエリア1に押し込み続けるのは不可能でした。そのため、今回の動画はナバルデウスをエリア1で体力を削り切り、エリア3に着いた際どうなるか検証しようと思います。ナバルデウスをエリア1で撃退する方法に関しては過去に解説してますんで、最近知ってくださった方はそっちから見た方がわかりやすいかも。多分概要欄に貼ってると思いますので。でまあ現状は不屈を発動させ雑に乱射しているところですね。この武器だと火事話だと大体6発でのひるみになります。これを通常2がなくなるまで打ち込んでいきまして。打ち終えました。大体495発なのでナバルが2体くらい死ぬ火力ですね。それじゃあこの場所でやることは終わったので帰ります。そしたらいつも通りエリア3に先回りしましょうか。暇になったので今のうちにやること言っておきましょうか。この撃退クエストという特殊なクエにて現状ナバルの体力は1しかありません。ラミアであればとっくに逃げ帰ってるレベルですね。その状態でエリア3に突き攻撃を加えた際、討伐になるのかどうかの確認になります。関係ない話ですが、ここで撮影中の私に危機が迫りちょっと放置タイム。この辺で帰ってきて状況発注。それではエリア3に向かいましょうか。でまあさっきの続きなんですが、エリア3で攻撃を加えたら撃退になるのではと思う方もいる、かな。いると信じて、ナバルの撃退条件なのですが、角の破壊が必須になります。エリア1撃退が頭悪いだけでこれが多分普通なんですね。つまり逆に言えばエリア3にさえ来れば角を折らない限り撃退できません。これを利用し討伐できないかと画策しての撮影になります。さすがにそろそろ取れ高が欲しいので死んでくれると助かるがどうなるものか。最近動画ネタ探して撮影してもなんかパッとしなくて困るんすよねー。ここらで一挙ギャラクティック伸ばしてほしいんですが。それではプリケツのザレ事に惑わされず、ナバルに腹パンしていきましょう。知ってた。というわけで討伐は不可能です。そりゃリミッターかかってますよね。はい。それじゃあナバルの角折りましょうか。あ、それはいけるのね君。結論、撃退クエストにおいてモンスターの体力にはリミッターがかかっており討伐はできない。おまけ、ナバルデウスの場合体力を撃退ラインまで削っていれば、角折ると即座にクエストクリアになる。この後セーブせずにリセしたのでこのクエでもなんかやってほしいことあればコメントいただければ取れ高次第で動画になります。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。